長崎が生産量日本一を誇るハウスビワの本格的な出荷シーズンの始まりを告げる出発式が行われました。今朝7時半集荷場に次々と運び込まれた長崎市のハウスビワ。 3L サイズから S サイズまで大小さまざまなサイズのビワの化粧箱合わせて783箱が集まりました。今年味の良かとか味の良かでも食べてもらいたいですね美味しいから食べてくださいって言いたいです去年夏から秋にかけて高温が続き花の開花が遅れた影響で今年は去年より28日遅い先月28日に出荷が始まりました。長崎市のハウスビワは主に長崎早生の品種で果肉が柔らかく糖度がおおむね12度以上と甘みが強いのが特徴です。大切に育ててきたビワたちなので一つ一つ味わってですね食していただければなというふうに思ってます。長崎市の今年のハウスビワの出荷量は去年より5トン多いおよそ110トンを見込んでいます。出荷は例年通り4月中旬から5月上旬にピークを迎え高品質のものは関東や関西地方で1箱6500円以上で販売されるものもあるということです。